優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちお聞かせください。そうですね、やっぱ横江さんに最初仕掛けたんですけど、横江さんのペースが中盤から速くてそれについていけなかったのが悔しい部分ですけど、最後のバトルには勝てたんで、まあ、最低限のことはできたかなと思います。次戦の目標をお願いします。次戦は筑波ラウンドで、自分の地元なのでこの悔しさを次の筑波にぶつけられるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。圧勝でしたが、今のお気持ちお聞かせください。そうですね、ちょっと予選で、まあ、予選で今年そのドライが初走行になっちゃったんですけども、まあ、それで、予選を走ってそこからちょっと対策をして、まあ、セッティングをして決勝に臨んでですね、決勝もちょっともうちょっといいタイムを出して、レコードを更新して終わりたかったんですけど、ちょっと皆さんの感想のプレッシャーにちょっと負けてしまい、あまり攻めきれずにタイムが出なかったんでちょっと不甲斐ないです。では応援してくださるファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、まあ、年に1回たまにしか出ないですけど、応援してくれてありがとうございます。今年はもう1回か2回くらい出れればいいなと思うんで、その際にはまた応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。